マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、じゃらん、こちら超巨大味噌菌をですね、ヒカキンにいただきましたので、今日は久々に味噌菌、そして味噌菌飯を食べていきたいと思います。ヒカキン、ありがとう。ということでね、まあ皆さんもご存知だとは思うんですが、去年ね、発売されてもう大人気、入手困難となっていたこの味噌菌、そして味噌菌飯がですね、今日5月25日再発売をねしましたね。この動画を見てくださってる皆さんの中には、もう今日朝買って食べたよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いや、もう超人気だったもんね。で、ぜひね、ヒカキンのね、動画を見ていただいたらね、いいと思うんですけど、まあめちゃくちゃ売れたらしいです。5月30日にもですね、まあ2回目の発売、販売があるということでですね、まあ今日ゲットできなかったっていう方はね、ぜひそこでゲットしていただけたらなと思うんですけど、さあ、すごくない？味噌菌。っていうかさ、すごすぎない？カップラーメンがさ、入手困難になって、ね、転売とかで高額化しちゃうっていう、やばくない？それって。っていうね、まあ去年そういうね、もう日本をすごい盛り上げたこの味噌菌なんですけど、いやー、ねえ、ありがとう。この動画を見て、あーやべえ、味噌菌30日絶対ゲットしたいわって、食べたいわってなっていただけるように、僕もですね、飯テロしながら味わいたいなと思います。いやー、ありがたいよね。はい、じゃあ超巨大味噌菌飯、これ1年前かね、ずいぶん前に感じるけど、オープン。わー、さあね、前回と同様、味噌菌飯じゃなくて味噌菌の中にはですね、じゃーん、味噌菌ヒカキンがね、入っています。僕後ろに飾ってるんで、2体目のね、味噌菌ヒカキンぬいぐるみなんですけど、これ出やそうだよねそして、はい、こちら、あ、2着目のね、T シャツと、お、メッセージも書いてありますね。マスオへ味噌菌再販したので、よければぜひ食べてねっていうことでね、サイン入りでこういう風にね、ヒカキンからいただきました。ありがとう。いや、すごいよね、こういうところもさ、すごいと思うわ。だってさ、あれだけ売れたらさ、まあ今回も売れるよなって油断しそうだけどさ、手書きでこうインフルエンサーさんたちにさ、こういう全部さ、色紙書いて送ってっていう、そういうところが本当にすごいですよね。そして、お、入ってる、じゃじゃーん、味噌菌。いやー、嬉しいですね、味噌菌と、まあいくつかね入ってるんですけど、ちょっと待って、ちょっとこれがめちゃくちゃ大量に入っててさ、味噌菌飯あるかな、ないかな、あった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 、ありました。じゃーん、さ、味噌菌飯もね、ありました。ということで、はい、こちらね、再販された味噌菌、そして味噌菌飯を食べたいと思います。じゃーん、ということで着替えました。味噌菌 T シャツ、着心地もこれ非常にいいです。ではですね、味噌菌、そして味噌菌飯を食べていきたいと思います。じゃあまずは味噌菌からにしようかな。やっぱりさ、こういうカップラーメンってさ、自分が出したいから出せるっていうものじゃないじゃないですかね。いろんなね、企業さんと一緒に作ってるものだから、だからもしかしたらもう再販ないかもしれないなって思ってたから、また食べれるのマジで嬉しいです。では開きましょう。オープン。おー、うい、入れましょう。あちちちちち、熱かった。よし、よーし、ってことで5分経ちました。味噌菌、うわー、久しぶり。特製香味油を入れまして、混ぜましょう。おお、うわ、絶対うまいでしょ。では味噌菌いただきます。
まずはスープから。このなんて言うんだろうな、ほっとするけどしっかりくるこの味噌味、そして麺、うまい。これやっぱりうまい、本当にうまい。いやー、久々に食べれて嬉しいんだけど、素直に。おにぎり食べたくなるね。セブンイレブンで売ってるんですけど、塩にぎりとか一緒に買って、それと一緒にまた食べたいわ。よく学生時代そういう飯してたからさ。これはね、美味しいですね。本当に。いや、ペロリといけちゃうな。今回で味噌菌初めて食べたっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないですかね。どうでしたか？皆さんね、味の感想とかね、まあ僕の動画のコメント欄につくのもおかしいんですけど、ぜひね、どんな感じだったか教えてくれたら嬉しいです。はい。じゃーん。麺はすべて食べきってしまった。これさ、味噌菌飯じゃないけど、後で白米入れて食べようかな。続いてがこちら、味噌菌飯でございます。さ、5分経ちましたー。うわー、懐かしい。じゃあまたこちら特製香味油を入れまして、混ぜましょう。混ぜ混ぜ。おー。それでは味噌菌飯もういただきます。うわ、まずさ、もう香りがさ、味噌菌より強めの香りなんだよね。じゃあいただきます。あっち、うんまうんま、このキクラゲとかもめっちゃ合うしさ、あ、うんま、やはりうまい。スープというか汁とご飯のこのバランスが絶妙なんだよね。いや、比較的すごいよ。2回目だけどすごいよ。2回目の動画だけど、なんか宇宙に到達って言ってたけど、今度月まで行けちゃうぐらいさ、販売するんじゃないのってぐらいに。もうないんだろうけどさ、美味しいからさ、もう常設してほしいぐらいに美味しいよね。はい、軽く完食。はい、ということでね、今回は味噌菌、そして味噌菌飯を食べてきました。いや、美味しいよ。ヒカキン素晴らしいよ。この味噌菌と味噌菌飯はぜひですね、まだ食べたことないっていう方だったり、いや、前回食べて美味しすぎて入手できなかったから今回こそまた食べるぞっていう方はですね、まあ今日もしかしたらもう売り切れになってるかもしれないので、次発売される30日にはですね、ゲットできるように皆さんね、準備しておいてください。ちょっとね、飯テロ動画になってしまいましたが、楽しんでいただけたら幸いです。ぜひこの動画良かったなと思ってくださったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、以上マスオ TV でした。バイバーイ。いや、さすがにお腹いっぱい。